しすみそうに自分で打ちそうだけど、あ、来たうわー、素晴らしいうわー、おふふこれ。いや、スピード速い攻めするなーっていうね、合わせのねさ、VR でもそうなのかね。めちゃくちゃいい攻めだと思ったけどね、こっちの方がありそうだね。その前のホワイト蹴られたやつの方がね、ティアニーのところ、あ、ラカゼットじゃなくて で、このラカセットのとこもあるんだよ。結構なんか連続してあれだね。<laughs> あら、ジョナサン・モスなんだ、今日。<laughs> ジョナサン・モスかーい。ティナニーのところが奥だった。え、ホワイトのところのあの先に触って後ろから蹴ってる点はいいのあれは。あれ今、足に当たった点やって当たってどっちだ足に当たって、下通り抜けて手に当たって、あ、そうだね。バウンドしたのが当たってるだけだから、これ、 ねあディフレクションじゃないから、ハンドになるかもね。PK はこれは結構手離れてたけど、あれはないんだ。なさそうっすね。なんか取る試合は取りそうなね,ね。なんで取らないんだろうねってちょっと思っちゃうけどね。そう、支えてな、支えてじゃないしね。不用意に広げてるしね。普通にハンドなんだけどね。 今までの考え方。なんか何かしらがあんのかね。VAR もね、VR 室からもそういうのを行くと思うけどね、当たってるよっていう。それを使うかどうかは、主審の判断なんだよね。主審の判断を助けるものが v r みたいなことだから、もモスがやめなくていいみたいな。言ったらもね、12対11でやってるから出てるもんな今、今。 ご心思方ないし、微妙な判断もわかるんだけど、プロ意識疑いたくないようなお腹してるんだったら文句なしだよ。<laughs> まあレフェングで文句なしってきついけど、でも、本当なんかね、あれこれどういうことなのみたいなやつ多いよね。こういうのって、後々聞いたら、あそういうので、見た感じはそうなんだけど、結局今のルールに照らし合わせると、取れないのね、みたいな時々あんじゃん。法の方が悪いっていうさ、カバーしたというか。えファルなのこれ。ボールって感じしたけどね。 さあ、どうなんでしょう。あ、触ってないけど、ボールに行ってなかった、ね。よ。この角度だわかんないけど。どうでしょうボールにああ、いけてないね。イエローかなー。レッドはないよね。大丈夫だよ、ね、あ、カードも出てないか。うん、なんか、アーセナルだと、え、これでレッドみたいなさ。なんかさあ、二枚連続出てたのね、みたいなあるじゃん。曲げないっす。曲げないっす,す。出るから。曲げないっすにはなんか出るから。お、ぺぺっと、ぺぺっと。 お !PK はどうでしょう長い足が引っかかったようにも見えるけど。うまいあー、エンケティア背中で抑えられなかったかトーマソーがついにと思ったけど、トーマソーっていうよりコントロールショットだったね。いや、これね、あの、この角度だと引っかかったように見えるんだけど、あっち側がね、わかんないんだこの、この、足とこういう角度でこっちから映ってるでしょ。あっち側角度でね、ペ,ペペの引っかかったとこ見たいね。 でその、どっちだぐらいのやつだと、先ほどのやつだと取んないじゃん。え、その反応なんで取んないのみたいなのがあった後だからね。あれ、これ、これが、これがジョナサン・モス用語に聞こえる人とかいるんだろうな。そういうことじゃなくて、もう、呆れててっていう感じのこれなんだけど。さあ、点入ったのかこれは。入ってなさそうで、どうだ私と勝負だって言ってそうだね。ジョナサンも・モス。ラムズ・デール、ここまで来たら私と勝負だ。<laughs> あ、これどっちなのどうだ 出てないんじゃないジョナサン・モスに意地悪されたけど、意地悪 <laughs>。ねえ。これでこのまま笛吹かれたしてね、あともうワンプレイで同点になったらもうやりきれないもんな。さあ、こう落ち着いて締められるか、アーセナル。締められないか。ドーン吹くか、モス。吹かぬか。まだ吹かない。まだ吹かなくて大ピンチ。やばい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 。<laughs> やばい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 ドーン <laughs> 危なかったね。あー勝った。いや、よかったねー。こんなんで勝ち点1になったらね、ただこれあるんだよな、こういうのサッカーってマジで。